ゼロ。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。1月12日火曜日、3連休明けのね、初日でございます。はい、で今日ね、とうとう今営業終わりですけれども、出ましたね、1都3県ね、緊急事態宣言1都3県に続きまして、大阪、兵庫、京都で愛知、岐阜に続きまして福岡、栃木が追加されましたということで、まあ福岡までは分かるんですけどね、なんで栃木なんかなと思いよったら、人口比のね感染者数で言えば全国3位なんですって。なるほどと。で、本日ね、まあ最初のね、どなりからもでも言ってましたけれども、我が下関のね、感染者数本日ねゼロです、まあ、山口県で言っても10人ですから、まあ前の動画でもね話しましたけれども、まあ、九州の方がねもうこれで、緊急事態宣言区域に入りましたので、まあ、この流れで言ったら、まあ、大都市がねもう一個入るでしょうから、まあ、広島の方とかもね追加で、まあ、入ってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、両サイドからね挟まれておりますけれども、奇跡的にね山口県少ないということですね。であとね島根鳥取の方もねもうほとんど出てないような感じなんで、もうね全国の主要都市が緊急事態宣言がね出てもやっぱ中国地方はなんか取り残されそうなね、様相を呈してきましたので、ちょっとねどうなるのかなという感じですよね。まあそれか、まあここまで出したんやからもう全国一律にしますよというようなね、話になるかもしれませんしねまあどっちにしてもですね、まあ厳しい状況はね、まあさらにね厳しい状況になりましたという感じですね。トリマンにとってはという感じですね。で今日ですね、まあちょっと、とうとうですね、まあ納入業者さんのね方にも補助金が支給されるということでね、決まったみたいで、まあ、中小企業が40万円で個人が20万円で、もらえる条件がですね、売上がね、直近の1月2月か1月2月に1月2月の売上が前年のね 50% 以上ね、落ち込んでますよっていうのが条件ですという感じなんですけれども、50% の落ち込みは結構厳しい条件だなという感じですよね。でさらに、まあ中小で、40万って言うんですけど、納入業者で40万は全然足りないんじゃないかなとね、思います。これじゃ全然助からないなと思いますね。中小で40万、個人で20万って言うけど、個人でも20万もらってね助かるんかなと、個人でも厳しいんじゃないかなというような感じですよね。はい、というわけで今日はですね、東京の方が970人で、神奈川の方がね906人ということで、なんか神奈川の方がね追い抜いちゃいそうなね勢いになってまいりましたけれども、まあこれ3連休のね、影響でまあ、人数が少なかったという感じですかね。で下関の方がですね、今日が0人で昨日が2人ということでね、もうここ何日かずっと1人とか2人とかで、今日とうとうね0人になってましたのでね、どうなのかなという感じですね。ただ、まあ、緊急事態宣言の、ね、影響で、まあ、下関もね、誰も出歩いてませんよっていうような感じになってまいりましたね。で今日ね、昼ぐらいかな、東京にいるね同級生から LINE 電話かかってきまして、まあリモートで仕事してて、まあ、昼休みもクソもないんですけどね、リモートなんで。でまあ昼時にね電話がかかってきて、まあたわいもないね話をしてたんですけれども、今日もね買い物に行ってきたと
でやっぱりね人の出が多いと、ね、言ってましたね、うん、緊急事態宣言が、ね、出てる、ね、東京なんですけれども、まあ人がね出を回ってますよという感じで、これねまあ一言で言ったらね、まあ、人口は1000、まあ、関東で関東東京1400万人ぐらいいるんですかね、1000万人か1000万か1400万人か、まあその辺ですからね。で片や、下関はね20 27万人切ってるでしょうからね、山口県全体で言っても100万おるかおらんかぐらいですので、まあ、結局のところね、人口の差かなっていう感じですよね。まあ、東京の方はまあ用心してる人もいるでしょうと、であんまり気にしてない人もいるでしょうとね、いうのの、そのあんまり気にしてない人もいるでしょうの部分がね、まあ例えばね、全人口のね4分の1だとしてもですね、4分の1、まあ 50% か50% だとしてもですね、大概なね、500万人ぐらいね、500万人以上のね人数がいるわけなんで、まあその人たちがね、動きがあるということなんでね、でかいですよね単純に。でも去年のね4月みたいな第一波の時みたいなね緊急事態宣言ではないし、もうね、みんな結構もう出歩いてますので、でまあ学校とかもね休校とかになってないので、まあ普通にね出歩いてますし、まあパチンコ屋さんとかね、まあ遊技場とかも空いてますから、まあそういう面ではですね、東京の飲食店は郊外型やったらまだ全然いけるんじゃないかなっていう感じかな。今回のね、1日6万円のね補助金もらいながら8時でね営業終了、まあ7時でラス、まあ、7時まで、お酒、出していいですよっていうのですからね、まあ、ランチ主体で、まあ早い時間からねちょっと夕方ぐらいからね、夜の分も開けたら結構プラスになるんじゃないかなというような感じがします。まあ、東京都心だったらね、まあそれは家賃高いからまあ全然合わないでしょうけれどもっていう感じですけれどもね。なんでこの度ね、追加されたね都市で言いますとどこら辺かな。まあ福岡も広いし、まあ岐阜もそうでしょうけどね。福岡、岐阜、愛知県もね広いですからね、田舎に行ったら家賃安いでしょうしね、まあ栃木もしかり、結構家賃がね安いところも含まれてますので、まあこれが一律ね6万だったらね、儲かってるところもね助かるところもあるんじゃないかなという感じですよね。はい、まあちょっと話がそれましたけれども、まあ、東京にいるね、同級生とまあ話してたらですね、まあ東京ね街に結構出てるよと、でまあ、今日もね西村大臣も言ってましたけれども、昼飯の方もね、自粛 してくれと、ランチの方もですね、自粛してくれみたいな話をしてましたけれども、うちのね、同級生の方ももう外でね食うことはなくて、もう弁当ネットで調べてうまい弁当があったらねちょっと探して、買い歩いてるよっていうのをね言ってましたけれども、だからまだね弁当の需要はあるんじゃないかみたいなことをね言ってたんですけれども、まあ、それもね、結局人口が多いっていうのもあるんですよね、田舎だとねやっぱ食い合いになっちゃうっていうのがねありますね。で、まあ第一波の時にねテイクアウトとか、まあ、お持ち帰りとかねお弁当とかをねやってなんとか乗り切ったねお店も多いと思いますけれども、まあ、結果ね数字だけ見たらまあ利益がねまああったとしてもちょこっとと、で、まあ、人件費とかね、まあ、労力とかね、まあ、そういう時間とかを考えたらですね、
まあ、全然合ってないっていうねお店とかもあったでしょうから、まあ、その辺がね難しいところですよね。はい、というわけでね、もうちょっとランチの方もね、やめとけみたいなね話まで出てきておりますので、まあ、結局、まあ昼夜関係なくもう飲食店は、には行くなよっていうようなまあねおかみからのお達し、なんでしょうけれども、まあ最初からねそれならもうね休業要請出しとけやっていう感じですからね。もう最初はねまあ接待を伴う飲食店とかね、まあ、夜のお酒を扱うね、お店をピンポイントでね狙い撃ちにしておきながら、まあ、結局のところはねもう飲食全般ね、ダメですよっていうようなね、感じなんでね、2点3点してもうねなんか、矛盾だらけのね、お達しだらけなんでね、もうそれだったらねもう一斉に休業要請出してね、まあ、しっかり保証してで雇用をね維持できるだけののまあ補助金なり、ね、雇用調整助成金とかでね、なんとか、出して乗り切ってもらうようなね感じにしときゃガタガタ言わずにね、分かりやすかったんですけれどもね、なんかねもうなんか重箱の隅をつつくようなね、ことばかりね後出しで言ってきますのでね、まあしっかりね守りながらルールを守りながら、じゃあ8時までのね営業にしといてくださいよって言われてそれを守りながらですね、まあ政府からのお達しを守りながらね営業している飲食店を後からね後ろからバキョンバキョンって打ったらバサッと切ってるようなね感じなんでね、不意打ちでなんでね、どうかなとは思いますけれどもね、うん、だから多分もう8時までのね営業だとですねお酒を出す店だとまあちょっとね合わないので、もう昼にねシフトしてランチ中心とか、まあ、まあ弁当とかね、まあ、昼のランチとか、まあ、テイクアウトに切り替えてる、まあ主にね昼のランチに切り替えてるねお店とかも多かったでしょうからね、うん、まあ、そういうところがね思いっきり、やられてますよね。まあ、東京で言ったら、塚田農場さんとかがねもう居酒屋業態をやめてもう昼のね、ランチの方に昼のランチというか、まあ、夜も、ご飯屋さんかの方にね、まあ、業態変えてますよっていうのがありましたけどもね、お酒を売らなくなってね、客単価が下がってるところになおかつね、この西村大臣のね、お達しでね、まあ、昼もダメですよみたいなね、せっかく業態変えてね昼メインでやってなんとか回していこうっていう風にねやってるのに、まあそこもダメだよって言われたらですねどこで勝負するんだとなりますからね、もうそうなったらもう完全に飲食をやめてもうなんか他のね全く違う業態に変えないと、できないわけですからね、まあ、それかもう完全テイクアウトになったらじゃあ今の雇用はねいらないわけなんでね、今まで働いてくださってた方にねさようならという感じになっちゃいますので、まあ飲食店はね裾野が広いですしね、働いてる方も多いですからね、どんだけ失業者が出るんだっていう感じですよね。でなおかつねこの、まあ、時短営業でね、まあ、8時までだとしても全国これが一律になったらですね、まあ8時までの店で、まあアルバイト、今まで12時までね、アルバイトをしてた子とかもね、学生さんとかもいるでしょうから、まあそれ、まあ、それがですね、8時でさよならってなったらですね、まあ学生さんとかだったら、まあ5時から入れない子とかもいるでしょうから、まあ例えば6時入りだとしたらですね、もう2時間しか働けないってなったらですね、もうなんぼですかね、アルバイト代がね稼ぎが半分以下になっちゃいますからね自分でね、まあ、学費とか、家賃とかをね生活費とかを賄ってた子たちはねもう食えないですよね。で奨学金だけもらってねもう奨学金ねもう、学生ローンですからねただの、でまあそのままね、まあ、1年でなんぼ借りるんかな、わかんないですけど、
何百万ってね借金抱えて、新社会人になってね、社会人になってね働き始めてもね、まあその前に今年の就職活動もね厳しいですから、まあボーナスがねないようなところに就職しちゃいますとですね、返せないですよね。でまあね、生活できないからね結婚できませんとねなったらね、また今度どん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 少子化がね進んでいきますよという感じですからね、どん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 悪循環ですよね。ね、もうなんか戦力のね、逐次投入はもうね愚の骨頂ですからね、もうやるんやったらドバッと最初から腹くくってね金出せよボケという感じですよね。ちま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 出してからね、そんなもんが何の効果があるんだとね思います。はい、というわけでね、今日はですね、今日ねご来店くださったね、まあ、今日も常連さんが、トリマンカウンターをね刺繍してくださってですね、まあ坊主回避ということでね、ありがたかったですね。で県外の方はね、一組ご夫婦でご来店くださってたんですけどね、まあホテルの方もね結構空いてたみたいなんでね、なかなか厳しいですよね。で空都の方でもまあ県外からのね、一元さんお断りみたいな張り紙がねしてるお店が多くて、なんか申し訳なくね感じましたみたいな感じでね、かなり気を使いながらねご来店くださったんですけれどもね、まあなかなかねそういう感じになっちゃいますよね。だからまあ本当に旅行関係とかね観光関係とかもアウトっていう感じですよね。まあ、東京からお断りみたいなのとかもねピンポイントでね書いてるとこもありましたけれどもね、もうここまでになったらねもう県外とかまあ本当に一元さんお断りみたいにねならざるを得ないねっていう感じな雰囲気になってますからね。まあうちはそんなことをしてないんですけれども、まあ、だん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 ちょっとね県外からのお客様っていうのをねまあ警戒しながらみたいな感じにねならざるを得ないっていうのはまあ気持ちはわかりますね。でまあそんな中ですね、まあうちのねアルバイトちゃんもね、昨日おとついで、まあ新成人ね仲間入りしましたので、まだ19歳ですけどね、まあ今年成人になるやつかな、まあ今年の成人式に参加したする予定だった子ですね、が、出勤してくれてたんですけどもね、たまたまうちのね大先輩が、ご来店くださっててですね、昔ね働いてた商社のね話とかをねしてくださっててですね、でうちの子がね CA とかに CA になりたいっていうね、まあ感じで、英語ねすごく勉強してたんですけれども、まあ、なかなかね今 CA さんが厳しいね就職採用があるかどうかもね厳しいような状況なんでね、まあ、そんな中ですねうちの先輩がですね、まあ、商社で働いてて、まあ、ヨーロッパとかにね、単身赴任というか、まあ、出張でね、行ってたというような話で、まあ、いろんな国をねこう転々としてましたよっていうような話をしてて、で話を聞いてたらですね、私でさえね、わあ、楽しそうやなというか、まあ、めちゃめちゃ大変なんでしょうけどね、寝る暇もないぐらいね、まあ、昔ですから、昔の商社って言ったらですね、まあ、ハードワークだったでしょうから、それこそね、本当に24時間働けますかね、体制でしょうけれども、それでもね、もういろんな経験とね、経験人脈、まあ、あと魅力で言ったらね、お金もね、太いですよね。アラサーで1000万超えてたっておっしゃってましたからね。で、まあ外国でね勤務されてる時は日本での給料と現地でのあれとねダブルで発生してたそうなんでね、もう帰ってきたらめちゃめちゃ金がたまって何百万でたまってたよっていうようなね話を聞いたりしてですね、商社すげえってなりましたからね。でまあ裾野が広いですから、もういろんなね人脈、当時の先輩のね、同期とかねその前後の方っていうのがねもう、
今の、ね、年齢で言ったらね、かなりのね、まあ偉い方にねポジションに上がってきているので、まあ、そういうね話をねアルバイトのねうちのアルバイトちゃんにも、聞かせてね、くださってましてね、まあ CA もいいけどまあね商社楽しそうやんっていうような話をねしてましたけれども、まあさすがにねその CA を正社員でねもう雇うような感じではなくてもう契約社員みたいなね感じになってきてるみたいなんでね、せっかくねその勉強してね身につけて、まあ、大学行ってもね給料が安かったらですねまあ合わないですからね、まあ、好きなことを仕事をするのと稼ぐっていうことがね両立できないから、うん、なんかねかわいそうだなって思いながらですねその商社のね、お話を聞いてたらですねいろんなねスキルも身につくしね人脈、まあ、いろんな人とね出会えますし金にもなるということでね三方よしやなと三方よしというかね、すごいね1と2と3とねって感じですよね。もうなんかね今私が若かったらですね、商社入りたいなっていうような感じでしたね。ただ今、こういう状況なんでね、まあ、県外じゃないわ、外国の方にはね行けない状況なので今のね商社の働き方っていうのはどういう感じなのかなっていうのがね、まあ、ちょっとよくわかんないんですけれども昔のねお話をね聞かせていただいてたらですねすごく魅力的だなと思いましたね。まあ、その代わりまあかなりきつい仕事ね、休みはあるだとしてもまあまあ長時間勤務でしょうね。もう夜も遅いし接待とかもあったりとかね、まあ、休みやゴルフとかのね付き合いとかもあるかもしれませんからね。で朝も早いと、まあ、睡眠時間はねまあないでしょうけれどあんまりないでしょうけどそれだけねやりがいのある仕事だなというのをね、思いました。でまあ昔からね私も思ってるんですけれどもね、まあ、例えばインターンとかにね学生とか行きますけれども1個2個ね上のね年齢の先輩とかのね話を聞いて、まあ、その就活のねやり方とかをねその1年目2年目のね話を聞くのもいいんでしょうけれどもねそれじゃあね会社全体の内容というかですね、詳しい話が分かんないのでもうそんなんやったらねもう上のね役職の人にね直接話がね聞けるような環境をね作った方が手っ取り早いんじゃないかなというのをね昔から思ってましたし、まあうちのね常連さんとかでも、まあ、一部上場企業のね役員さんとかもねいらっしゃいますしそういう人だった方とかもいらっしゃいますしね、年商何百億のね、社長さんとかも来られますしね、まああと地元のね地場産業のね社長さんとかもねいっぱい来られますので、まあ、そういうね方とかの話をね、聞かれる。はい、途中でね喋ってる途中にあのストレージが、いっぱいに容量がパンパンになっちゃいまして、撮影がね強制終了されてしまいましたはい、というわけでね、いらない、いらんね、動画とかを消しましてね再度始めたいと思いますという感じでございます。でまあね、そんな感じでまあね上の人とね、知り合った方がね、まあ、手っ取り早いですよね。もう、うん、一社員にね聞くよりね本当に役員クラスとかね社長さんからね直接話を聞いた方がね手っ取り早いし、まあ、そういう人たちにね認めてもらった方がね、早いですよね。まあ、上場企業とかね、まあ、大きい会社とかだったらですねまあ、そういう、まあまあ、パソコンでね、まあ、エントリーシート書いて送って一次面接二次面接三次面接みたいなね最終面接みたいな工程をね、経ていかないとダメなのかもしれないですけどもね普通のなんかちっちゃいねベンチャー企業とかちっちゃい会社だったらですね、まあ、直接もうなんかねどんな人間か分かってて使えそうだなっていうのが分かってたらですねもう一本釣りしますよね今の時代だったらって昔からね思ってましたので、もう何だったらね直接募集してないところでもね、電話して
採用してますかっていうようなね、直接自分をね売り込むぐらいでもねちょうどいいんじゃないかなと思います。はい。でまあね、女の子とかだったらですね、まあ結婚してね、まあ仕事をどうするかっていう問題もねあるかもしれませんのでね、まあそういうねベンチャー企業に入って、その限られた時間でね集中して、まあ会社全体の内容がね分かるぐらいのね規模、まあ経営陣よりですかね、の会社に入った方がね楽しいんじゃないかなと思いますよね。まあ全部やらざるを得なくなるので、会社全体のね、本当に内容っていうのがね分かるんでね、まあそれはそれで楽しいかなと思いますね。まあただしね、まあ、そういうところに行く場合は業績が伸びてて給料がねいいっていうのがね条件でしょうけれども、給料安くてね給料安くて業績も悪いところでね、会社のね、経営内容とかを全部ね把握したとてね、まあそんなことは何のねプラスにもなんないので、ダメなところでねやったとて意味がないので、まあこういう右肩上がりとかね、成長産業とか成長分野で、まあちっちゃい会社とかだったらね全然ありなんじゃないかなと思いますね。まあ、そういうところはね給料の方もしっかり出してくれるし、まあ福利厚生とかもね、まあちっちゃくてもね、ある程度しっかりしてるでしょうから、そういうところっていうのはね魅力があるんじゃないかなと、個人的にはね昔から思っております。はい。まあ、うちみたいなね個人店になったらですね、まあそんなことはできないのでですね、まあ正社員を雇うねほどの、余力もないのでね、今の従業員さんはねみんな、アルバイトねパート、まあ時給で働いてもらっている方っていう感じなんでね、まあそういうね、ちゃんとね売り上げを作って出る、まあ生産性のね高いような業種っていうのはね羨ましいなとは思いますね。はい。というわけでね、まあ昔はですねもう本当に、広くねでっかいね商売をしたいなって思ってたんでですね、従業員さんをねいっぱい雇いたいなというような感じだったんですけれどもね、もうねこういうコロナ禍になっちゃうとですね、まあそっちにね行ってなくてよかったなぁと今ね思う、日々ですね。まあただ逆に言ったら今ねそういうね優秀な人材がね本当に、余りまくってるって言ったらね言葉があれですけれどもね、本当に溢れかえってるんで、ね、まあそういう人たちにね働いてもらって、まあさらにね、伸びる分野っていうのもねあるでしょうから、まあ飲食店はなかなかちょっと厳しいでしょうけれどもね、まあそういうね成長産業の方で入れたらね、会社とともにね成長できるっていうような感じでねいいんでしょうね。知り合いのね、まあ具体的に言ったらですね、まあ知り合いのっていうか、まあうちの取引業者さんでね働いてた方が、まあね某上場する前のね会社の方に入られまして転職されまして、でそこでね上場に関わって、そのままね、役職ついてましたから、まあストックオプションとかもねあったでしょうから、もうそっからねもう本当に結構なね、本当にお金といいね、本当にそういう身分といいねキャリアといいね、得たという感じなんでね夢があるなと思いますよね。で今時ね、まあ、上場企業に入社することはね、まあ、できたとしても、今から上場してその本当に上場しちゃうようなね会社のね、そういうのに携わる上場に携わるっていうようなね人は少ないでしょうからね、そういうのは本当に貴重な体験経験だなとは思いますね。はい。というわけでね、まあうだうだ話してまいりましたけれどもね、まあ、今年ね新成人の方ね、まあこんなね本当になかなかね思い通りにいかないね世の中になってまいりましたしね、本当に、
働いてね、普通に働いて普通に稼げるような時代でもなくなってたんで、本当にジョブ型にシフトしててね、メンバーシップ型から、ジョブ型の方にね、シフトしてってますので、もういきなり、育てるようなね、育ててもらうような環境じゃなくてね、もういきなり能力が、私の能力はこれですよと、じゃあこういう仕事ができますよと、じゃあこんだけギャラ払いますよというようなね、雇用形態にどん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 変わっていくんで、もう本当にね、企業に対するね、本当に、忠誠心というかね、まあそういうのは全くなくなるようなね、本当にドライな関係になるんだろうなというね、ある意味本当に日本型経営のね、真逆にいっちゃうんでね、日本企業はどうなるのかなという感じですね。ジョブ型にねシフトしたとて、もともとね生産性が低い、ね、国なんで、業種が多いので、そこでね、生産性が高い外国とね勝負したってね、今までは、個で戦ってたわけじゃなくてね、集団で、ね、海外のそういうのと戦ってたんですけれどもね、個と個でねやったらね、ボコボコにやられますしね、まあお隣のね中国の方が優秀な方はねいっぱいいらっしゃいますので、ボコボコにやられて終わりじゃないかなとね思いますよね。昔からね日本人はね、一人で戦うっていうよりね、本当に集団で戦うと、助け合って戦うというようなね生き方をしてきたわけなんで、それをねいきなり、成果型じゃないですけどね、成果型をまださらに進化させたようなね、本当に雇用形態というかね、働き方をしないといけなくなるのでね、なんかどん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 日本がねダメ、なんか落ちぶれていくというかね、本当に発展途上国になっていきそうな感じだなと思います。はい、まあでもね、そんな中でもね、まあ若い方に言いたいのはね、まあどんなね状況でも、どんなね時代だろうとね、まあなんとかねなるという感じですね。まああと誰かね助けてくださるね方がいらっしゃるでしょうからね、まあそういうね人付き合いをねしてったらいいんじゃないかなという感じですね。やっぱ人間関係がね社会に出たら一番ですしね、信用とね信頼っていうのをね大事にしてってもらいたいなと、個人的には思います。はい、まあ2021年ですけれどもね、まあ日本はねまだね義理人情がねある程度、ありますからね、まあ特に田舎なんかになったらですね、まあ顔と顔がねもうみんな、顔見知りというかですね、まあ知り合いの知り合い知ってますよみたいな感じですからね、まあ狭いコミュニティですからね、まあそんな中でね生きていこうと思ったらですね、本当にみんなで助け合いながらというかですね、まあのような感じですからね、まあ誰かにもう困ったらね誰かに助けてくださいってね、もう頭を下げてね助けてもらうのがね一番いいんじゃないかなと思います。まあ下のもんがね、助けてくださいってね言ってきたらね、それは上のもんはね、手をね差し伸べてくれますよ。はい、で我々ね40歳のおじねルーキーおじいちゃんですけれども、我々もね上の世代の方にね可愛がってもらってね助けていただいてきたのでね、今度は順番で、今度は、まあ、自分のねできる範囲内、あとは自分のね、まあ、能力の範囲内というかね、まあ助けられるね部分、助けられない部分ねあるかもしれませんけれどもね、まあそういうね上の人からね、そういう助けてもらったね、分をね下の世代にね返していく時代に年代に、ね、なってまいりましたのでね、まあ、なんか困ったことがあったらね、まあ助けてくださいってね、まあストレートにねお願いしてみるのもありなんじゃないかなと思います。まあその代わりね、まあそういう人間関係をね先に築いていくっていうのはね、まあ絶対条件というかね、まあ、ですね、まあ可愛がってもらってなんぼですからね、こびる必要はないけど、まあ可愛がってもらってね、いい意味で、まあ、上下関係というのはね、あった方がいいと思いますね。はい、は
はい、というわけでね、まあうだうだ話してまいりましたけれども、まあ飲食店ね、我々の業界で言いますとね、夜もダメ昼もダメということでね、どこで金稼ぐんだというようなね、いよいよね、まあ意味がわからん状況に、ね、なってまいりましたので、まあこれがダメって言われたらですね、本当にテイクアウト、ね、宅配、そっちの分野だけになっちゃいますからね。じゃあそっちの分野にね、今夜とか昼だけでやってるようなところがね、そっちの業態にね進出しますとですね、まあそこのパイの食い合いに、まあ都会はまだね、人口ボリュームがあるんでね、まだいいでしょうけどもね、田舎だとねパイの食い合いになっちゃうんでね、潰し合いになっても、あとはまあね、そんなにレベルがね変わらないんで、味がねそんな変わらないんであればですね、まあ最後は価格競争になっちゃいますのでね、店舗営業だとですね、まあ人で売れるとか雰囲気とかね、店の雰囲気とかですね、まあそういうので居心地がいいとかでね、まあそういうのを売りにもできますけれども、単純にねテイクアウトだとね、まあ味とかになっちゃいますからね、まあそういう外売りとかしてたらですね、まあそういう売ってる方の人間性とかね、いうのも、まあ人間力っていうのかな、まあそういうのも多少ねあるかもしれませんけれども、なかなか厳しいですよね。あとね、今日、嬉しかったのがね、はい、今日嬉しかったのがね、はい、カルト商店街、GoTo 商店街でね、ばらまいた、何だったかな、200万ぐらいね、餅と一緒にばらまいたね、券、今年に入ってもね、まだ、もうね、去年でね、使い切ってる方が多いのかなと思ってたらですね、まだ結構ね、持ってらっしゃって、今日もね、お電話いただきましてね、テイクアウトしていただきましたね、お電話いただいたお客様ありがとうございます。でその方がね、おっしゃってたのが、お弁当まだやってるんですかって言われてですね、お弁当もね買ってくださった方かなという感じでですね、まだニーズがあるのかなと思いながらですね、昼もダメ夜もダメってなったらですね、まあ、あと、そっち方面か、そっち方面か、まあね、前昔のその弁当売ってた時のね動画でも言ってましたけれども、まあカラトだけで言いますとですね、もう夜がダメな場合はですね、思いっきりね朝に、シフトして、まあ私が弁当売ってた時はですね、まあ、11時半ぐらいから売ってたんですけれども、まあ、それでもねまだ遅いぐらいで、何やったらね、まあ、9時はちょっと早いかもしれんけど、まあ、9時10時10時ぐらいかな、9時からね売っててもいいぐらいかなという感じですね。だけ本当に朝から売ってもう昼で終わりぐらいのね商売でもいいと思うんですよね。多分それで、まあそこそこね売り上げはつく、まあ昼だけでねやるよりは、普通のランチタイム時間に売るより本当に朝方から売る方が、まあカラトのねじいちゃんばあちゃんたちはね、朝が早い、朝と動きが早いんでね、昼ではね遅いんですよね、ちょっとまあ経験則で言うとですね、去年の経験を踏まえて言うとですね、ですのでやるんだったら本当に朝からやった方がね、まだ評判があるかなという感じですよね。まあ、近所にねお弁当新しく売る店があるんですけどもね、そこは10時から売ってて、で昼11時ね歯医者の帰りとか行ったんでね、11時過ぎぐらいに行ったらですね、もうあんまり残ってなかったんで、あやっぱり早い時間でもう売れてるのかなっていう感じですね。まあ、それかもともと量をそんなに作ってないのかもしれないですけれどもね、まあ、そこはちょっとまだ分かんないですけれども、昼がダメ夜がダメってやったら、まあ、朝からね、外で売るという感じかな。テイクアウトだとですね、前日予約とかではないとね、なかなか仕込みがね合わないんですよね。まあ弁当とかのね外売りだったらね、まあ、ある程度、数字のね計算が立つんで、まあ、それで売り切って終わりっていうねやり方もありでしょうけれども、人数がね読めないと、まあ、在庫がね、出たら、まあ、それでアウトなんで。売れ残ったらですね、まあ
当初やってたみたいにね、完全予約制でやるのも限界がありますしね。どうするかね。はい、というわけでね、まあいろいろ考えて、いろいろ考えております。まあその外でね、外売りするのもまあありでしょうし、まあそれはね、もう、ある程度一回やってるんでね、まあある程度の売り上げ見込みはまあね考えられるのが一点と、全く別業態に、副業というかね、まあそっちを立ち上げるのが一個とね、まあ単純によそに働きに出るっていうのもね。店はね、従業員さんに任せて、私はね、よそに働きに出るっていうのもね、一点かなと思いながらですね。まあ、とりあえずね、まあ、現金が上がらないとね、やっていけないんで、まだいいんですけどね、まあ、準備、去年から準備をしてたんでね、まあ、この4月、5月ぐらいまではね、まあ、まあ、4月か、1、2、3、4ぐらいまではね、まあ、しっかり耐えていこうというようなね、方針だったんで、まあまあ全然大丈夫なんですけれども、長期で見るとですね、まあどうなるか分かんないので、どうしていこうかというのをね、本当に今年、まあ去年からですけれどもね、まあ去年年末12月からね、今年にかけてずっとね考えておりますという感じですね。はい、というわけでね、なんかいいね、ひらめきがあったらいいなと思っております。まあ考えときはね、そのうちなんかひらめくでしょう。まああと、私ね、時たま、マイブームがね、なんかにハマってマイブームでね、とことん極めてね、結構なレベルに行くというね、スキルがありますからね、まあめったにね舞い降りてこないんですけれどもね、まあそういうのがもしかしたら来るかもしれませんのでね、そこでキラーアイテムでもできたらですね、まあそれが売れたらいいかなとか思ってみたりしております。はい、はい、で明日以降もね、予約の方が入ってませんのでね、引き続きご予約の方もお待ちしております。0832321619までね、よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もね、チャンネル登録の方がね、今日1人増えておりました。154人になっておりました。ありがとうございます。どうもね、ありがとうございます。なんかね、毎日ね、着実になんかそういう成果がね見えるとやっぱ嬉しいのでね、こう売り上げがね、本業のね売り上げがもう点でダメなので、まあね、 YouTube のチャンネル登録がね増えるっていうのはね、本当に嬉しい。目に見えてね、何かがこう成果があるというのはね、本当にこんなに嬉しいもんなのかとね、日々ね実感しておりますのでね、本当に皆様ね、いつもありがとうございますという感じですね。昨日ね、書き込みしてくださってた方がね、150人達成しましたよという動画の時にですね、書き込みしてくださってたね方がですね、ラジオ代わりにね、いつも聞いてますみたいなねコメントをくださってたんですけどもね、あ、それは一番嬉しいね、コメントだなと思ってね。もともと私はね、ラジオ大好きっ子なんでね、まあ、ラジオにね関わるような仕事をしたいなと思ってたんで、まあね、まさかこうやって自分がね、こういう自分のこういうチャンネルをね立ち上げて、こう毎日ねうだうだ話すことに、ね、なろうとは思わなかったんでね、嬉しいですね。今日なんか、LINE 電話かかってきたね、同級生も、もう最近はね、ナイナイのオールナイトももう来年もね、おじいちゃんになってきたんで、そっちもあんまり聞かなくなってきたと。でも聞くもんなくなってきたからね、牧野、トリマンチャンネル、夜ね、寝ながらラジオ代わりに聞いてるよっていうのね、まあ、嬉しいね、お言葉もいただきましたのでね、まあ、引き続きね、まあ、ぼちぼちやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。